はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。現在ゼルトレーダーは FX 投資となっています。それでですね、300兆円を、半間陽先生が稼げそうだというようなことでね、試験投資来週までに分かるんじゃないかということをお伝えしておりましたけども、1本目から昨日負けたんでまた再度、デモトレードで試験したいと思います。で、あともう一つ設定方法でね、勝率 100% 以外でやや落としたものの方がシグナルが出るんでそれもいいんじゃないかということで試験をしたいためですね、またちょっと徹夜になっちゃいましたもんですからね、ちょっと何もできないんですけども、それで今回ですね、ライブ投資では自動売買禁止です。注意してくださいね。必ず、マナー守ってくださいね。で、これデモです。これもデモです。これもデモです。これもデモですね。で、合計ね、今は4台で、自動売買をする予定です。デモでやります。禁止ですからね。で、ライブ投資では自動売買できませんからね。で、全部デモで、この4台のコンピューターによってね、分析する方法でちょっと調べること、今週いっぱいこれでちょっと調べないと間に合わないということでね、全部投資方法が違うんですけれども、それでね、今こちらも、こちらはデモの自動売買ですね。ライブは禁止です。これもデモの自動売買スイッチ入ってますね。ライブでは自動売買禁止です。これも自動売買入ってますね。ということでね、これはまだ準備中ですね。で、ちょっと投資数をね、30個以上の 70% 以上にしてみて、10個以上とやってみたんですね。そっちの方がいいんじゃないかなというようなことも考えられますのでね、これをちょっとチェックしたいと思います。スプレッドは30ピップス以上ということですね。3点、実際は10割ってください。ということなんで、詳しい情報はね、私の方の勉強トレードとか全部教わりたいというようなこともは、ビデオに全部載ってますので、しっかり勉強するだけで2000本近くありますけど、それを見てください。全部詳しく説明があります。たくさん勉強する内容が記載されてますのでね、そのビデオを見ていただければ一番近道だと思います。こちらで説明するのはダブってしまいますのでね、無駄が出ますので、効率よくよく教えるためにはビデオに録画して情報を入れるということでね、直接皆様方と返答すると遅れてしまって皆様方が特に勉強できにくくなりますから、全部ビデオの方にまとめて、多いですけどね、それを勉強していけば勉強になりますから、そっちの方がね。で、時間割いても直接して個人個人に接してると、情報を皆様方に伝える時間が減ってしまいまして、教えることが減ってしまいますからね、特にその、大事なものを録画取っておりますから、それで勉強していただくことが重要ですね。質問内容一応聞いてますからね、皆様方の情報質問聞いてますから、ビデオに全部、抜けてるものは情報を記載いたしますのでね、応対できませんのでね、ビデオでがっちり情報をお伝えする方が皆様方の方に情報をたくさん伝えられるということですね。いい情報を伝えられるということで、ね、ぜひね、よろしく。応対 しないのは、特に、情報をね、たくさん、ね、大事なものを伝えられるようにということですからね。
返答しないから何も教えないなんて言うんじゃなくて、ちゃんと聞いてますからね。ロッカーの方にどんどんどん抜けてるものは説明していきます。そういうことでね、ロッカーのテレビで全部内容を記載してますから、質問はね、それで勉強していただきたいと思います。で、まあちょっと情報でね、これはまあ 100% これライブでやったんだけどデモにしましたね。でこちらも、10のですね、 Windows 10ですね。でまあ3つしか出ないんだけど10個以上で18とか13とかね、11個とか出てるんで、シグナルがね、1週間前からの分析、それも様子見ててね、これは 60% 以上だと思ったんだけど、これもちょっと違うんですよね。これは 100% で分析してるんだけど、投資数が少ないんで安定しないんですよね。そんなことでね、この4台のね、PC からね、試験してですね、でまだ来週終わりそうもないですね。一本負けたんでライブでね、ちょっと自信なくしたんですね。で、完全にね稼げるようになるというのをちゃんと見込んでデモで調べてからじゃないとお金捨てることになるんでね、ライブ投資をやめまして、デモでね、試験4台で試験してます。でこれで勝てばライブでね、今度自動売買禁止なんでシグナルから自分で打つことになりますね。ライブ投資では自動売買完全に禁止ですからね、手入力で投資しますけれども、ちょっとね、4台で頑張ってますから、1台じゃなくてね、4台でいろんな方法で見てますから、稼げる戦略ね、これがどれか成功すればもう私とで300兆円稼げて